プリンセサです。今回はこちら、チョコエッグ水中最強図鑑を開けていきたいと思います。はい、こちらは全10種プラスシークレット2つとなっています。海の覇者こそ地球の覇者ということで、今生きてるものがラインナップされているのかな、どうなんでしょう。見ていきたいと思います。君は何色？フィギュアの色は3色あるぞということで、同じキャラクターでもいろんな色があるんですね。緑と青と赤があるみたいです。水中最強図鑑好評発売中とのことで、気になった人はこちらの本の方もぜひチェックしてみてください。では早速開けていきましょう。はい、黄緑色のね、なんかちょっと恐竜っぽい感じのアルミにくるまれています。はい、中はプニプニなので、振ってもそうか、音の変化はないっていうかないですね。はい、1個目何が出てくるかな。お、ブルーのこれはプリオサウルスです。6番プリオサウルスが出てきました。ワニっぽーい。あ、前回プルスサウルスは出てきてプリオサウルス出てこなかったんですけれども、メガロドンと戦えるプリオサウルスが出た感じかな。はい、こちらはどんな獲物の一噛み。ジュラ紀の海に生息した首長竜だそうです。ワニのような長い顎には鋭い歯がたくさん生えている。奇竜目、長頸竜亜目、プリオサウルス科。生息地域はヨーロッパ、南米。生息年代は1億5600万から1億4700万年前。万だってすごいね。全長10から13メートル、食性肉食。はい、ということで、今生きてるものとか、過去生きてるもの、どれが一番強いかなーっていうやつなんですね。はい、攻撃力や凶暴性があります。パワーもありますね。頭脳はあんまりない、まあ凶暴なやつなんでしょう。防御力、スタミナ、瞬発力、スピードはそこそこって感じ。はい。まずは、プリオサウルスが来ました。じゃあ二つ目いきます。どんどんいきます。今回は光るやつじゃないんですね。ただ、なんか、大きいし、三色あるから、こっちの方が個人的には楽しめるかも。夜ね、光るのをメインに楽しむというよりは、なんかこのおもちゃ自体で遊びたいので、カラーがついていた方が嬉しいですね。飛んだ。はい、これは？はい、こちらは、アノマロカリスです。聞いたことある人もいるんじゃないかな？アノマロカリスがラインナップされてくるとはって感じなんですけど。はい、見ていきましょう。アノマロカリスは1番です。古生物界の超人気ハンターなんだって。バショウカジキと激突って書いてますね。はい、でも、めっちゃ弱くない？これ。防御力、スタミナ、凶暴性は、ちょこっとあるけれども、パワーもないし、攻撃力もないし、スピードもないし、瞬発力もないしって、何なのって感じなんですけど、獲物を捕らえる2本の触手、地球上で最も古い大型の捕食動物だそうです。頭には1対の複眼と2本の触手、その裏側には大きくて丸い口がある。分類は、ラディオドンタ目アノマロカリス科。生息地域は北アメリカ、中国、オーストラリアなど。生息年代は5億2500万から5億500万年前。2000年ぐらい生息してた生き物ってことですね。全長は1メートル。食性は肉食ってことで大きいわけじゃないんだ。でも古い古い昔のね、一番初めの捕食動物の中では大きかったってことですね。面白い。はい、グリーンのが来ました。では、続いて開けていきましょう。シークレットが何かもとっても楽しみです。はい、三つ目は誰が来るかな？でも音なししないのに振っちゃう癖だね。これは赤だ。あー、これタガメじゃない。
はい、見ていこう。でしょうね。もう気持ち悪い。気持ち悪い。あ、でも赤で出てきたからまだマシかも。はい、こちらはタガメです。10番のタガメが来ました。水辺の小さなハンター、水ダコと勝負だ。だそうです。水ダコと戦えるんだ。はい。凶暴性が結構あるんですね。で、パワー、攻撃力、スピード、瞬発力はそこそこ。頭脳はないっすね。で、防御力とスタミナはちょぴっと。息を潜めて獲物を待ち伏せ？待ち伏せ型のハンターで獲物の体内に口を突き刺して消化液を注入。そうなんだ、そういうパターンか。ゆっくりと肉を溶かして食べてしまうんだそうです。大きさ関係ないね、そしたら。分類はカメムシ目、カメムシアモク、コオイムシ科、タガメアモクだそうです。もうなんか早口言葉みたいですね。生息地域は東南アジア、ロシア、極東南部だそうですね。生息年代は現代。まあタガメって聞いたことあるよね。全長48から65ミリ。先頭全長3メートルってどういうことだろう。はい、食性は肉食。肉を溶かして食べるんだってタガメ、知らなかった。すごいね。ここは口はこれかな？これで突き刺して。いやー、肉溶かすんだ。すごいね。そんなやつだったとは。はい、カラーは3色揃いました。このままね、全種類揃ってくれたらいいなー。では4つ目開けていきます。どのカラーも綺麗ですね。なんかはっきり見やすいのはグリーンで、かっこいいって言ったらブルーかな、個人的には。はい、続いては誰だ？お！これも別なの来てくれました。これは？シロノスクジラと戦うモササウルスです。恐竜も襲うプレデター。モササウルス。あ、でも、そっか、水中だしね。結構長くて強そう。恐竜すら恐れる獰猛な狩人。白亜紀の海に生息していた大型の爬虫類。ワニのような長い体と顎を持ち、体には4本のヒレ足が生えている。分類は、幽輪目トカゲアオモクモササウルス科。で、生息地域はヨーロッパ、西アジア、北アフリカ、北アメリカ。生息年代は8300万から6600万年前。全長は12から17メートル。長いね。食性は肉食。で、攻撃力、凶暴性がダントツって感じですね。パワーもあります。防御力と頭脳は低いので、本当になんか力ずくで突破型的な感じ？スタミナはそこそこ、瞬発力とスピードもそこそこなんですが、まあスピードなくてもね、果敢に向かってく感じなのかな。はい、モササウルスが出てきました。長ーい。はい。すごいね、本当に、ここら辺のゴムかばーって、飽きそうな感じ。いいですね。はい、続いて5個目開けていきましょう。いい調子、いい調子。どんどん揃ってほしいな。はい、今度は誰だ？お、これまたタガメじゃない？はい、タガメ。ブルーのタガメが出ました。タガメ。でも色が違うと、かぶった気にならないのはちょっといいかも。なんか別なのがね、出たような気分になれる。かぶってもあまり気にならない感じで。はい、続いては6個目です。これもかぶった？ブリオサウルスです。同じだよね。
プリオサウルス、緑のプリオサウルスが来ましたが、同じだよね。はい、では箱、綺麗に揃った箱だと思うやつです。こちら開けていきましょう。まあ2箱で揃うわけないでしょっていうので、ちょこっと余分に買ってきたんですけど、どうかな。はい、これタガメだよー。タガメ、タガメ、しかも色もかぶったよ。タガメ地獄はやだな。なんかね、あのベルゼブブの時みたいにいっぱいになるのは嫌だ。これは？お？あ、やった！プリオサウルス、これと戦うやつが出ました。はい、メガロドンです。サメかな？古代の海に生きた巨大ザメ。あー、でもプリオサウルスに比べると口のところがちっちゃく感じますね。はい。史上最大級のサイズを誇ります。かつてはホホジロザメの禁煙種とも言われた古代のサメ。大きな口と強靭な顎を持つ。はい。分類は？ネズミザメ目、オトダスカ。生息地域は世界各地。生息年代は2300万から360万年前。長い間支配してたんですね。いたんですね。全長は10から13メートル。肉食です。凶暴性がマックスですね。攻撃力もありますけれども、マックスではないんだ。パワーは、スタミナと同じく。まあ、攻撃力よりちょっと少ない感じで、瞬発力、スピードはそこそこ、防御力、頭脳はあんまないって感じ。まあまあ、じゃあこれも戦闘型、もう攻めてなんぼみたいな感じですね。メガロドンです。はい、よくよく見るとちゃんとこの皮膚のところも細かくね、模様が入っていてとってもいいです。はい、かっこいいね。これはブルー欲しいな。はい、続いていきましょう。何種類出てきたんだろう。タガメがいっぱい出すぎて、あとで並べなきゃね。なんかゴールに近づいてるのかどうなのか怪しい感じ。続いては、はい、あ、見た、長さが出てきた。モササウルス、グリーン。モササウルス、2体目ですね。はい、今のところ5種類でした。続いては？何が出るかな？スタミナも瞬発力もスピードも頭脳も凶暴性もほぼほぼない感じなのに、シークレット。はい、もう一つのシークレット、エビっぽいんですけど、なんだろうこれ。はい、見てみましょう。光る突起で獲物を誘う。よく知られているのはメスの姿。頭部にある突起物を発光させ、おびき寄せた獲物を餌にする。まあ、うん、提灯アコは結構知ってるよね。分類は暗光目、提灯暗光科。生息地域は大西洋。生息年代は現代。全長は40から50センチの肉食です。はい、ということでシークレット1個目出ました。提灯暗光でした。なんとも、まあまあ赤い提灯暗光が出ました。でもまあ赤合ってるかも、意外とね。いいんじゃないでしょうか。ゴロッとしてびっくりした。これが手に見えて、何これと思ったんですよね。
はい、こんな飾りがついてます。ふよふよふよーんってしたね。ルアーの先っぽみたいなやつ。はい、では一箱目。右側、ラスト、一番奥、開けていきます。あー、シークレット1、嬉しいな。シークレット2も見たいな。何なんだろうね。書いてるかと思ったら書いてなかった。はい、続いては、なんだ、これはカジキ？バショウカジキです。水中最速のハンター、バショウカジキが出ました。ブルーでかっこいい。あー、でも割れてる。ショック。ショック。まあ仕方ないね。重っぽい感じの素材だけど、まあこういうこともあるってことですね。もうなんか、こういうふうに見ると、走ってるみたいに見えるし、足があるみたいだね。はい、こんなこともあります。アノマロカリスと対決するのはこちらのバショウカジキになるようです。はい、では見ていきましょう。もう面白い感じにしか見えなくなってきた。はい、バショウカジキは瞬発力とスピードはピカイチですね。でも、頭脳や防御力はあまりないです。パワーもそんなないですね。で、攻撃力、凶暴性、スタミナはそこそこって感じ。高速で接近して一突き。マカジキ科の一種で本気を出すと時速110キロで泳げる。早っ！先端が鋭く、尖った吻と呼ばれる細長い上顎を持つんだそうです。上顎なんだ、この、これ。分類はスズキ目、カジキア目、マカジキ科。マカジキ科なんだ。なるほどね。バショウカジキ。生息地域はインド洋から太平洋。生息年代は現代。全長3メートル。お、予想よりも大きい感じ。食性は肉食です。そうなんだ。バショウカジキ、早いね。すごい。あー、傷ついてないバショウカジキも欲しいなー。バショウカジキの沼は嫌だけど。もう一体ぐらい来てくれるかな？壊れてないやつ。さあ、どうだ？左側行きます。なんだ？これは？シロナガスクジラだ！やったー！クジラはつるんとしてますね。はい。赤いクジラが来ました。これブルーも欲しいな。お腹のところにはちゃんと線入ってますね。意外と顔がはっきり見えます。はい。モササウルス出てきましたね。モササウルスと対決する史上最大の哺乳動物になります。シロナガスクジラ。パワーとスタミナはダントツですね。防御力、頭脳もあります。攻撃力も結構あって、スピードもそこそこありますね。瞬発力と凶暴性がないんだ。あー、そういう意味だね。やられちゃうかな。絶滅動物すらも凌駕する巨体。地球上でこれまでに確認されたあらゆる動物の中で最も体が大きいとされるクジラ。体長は最大で34メートル。すごい。25メートルプールには収まらないんだ。分類。クジラ偶蹄目。流すクジラ科。流すクジラ科なんだ。生息地域は世界各地。生息年代は現代。全長26から34メートル。小さくても26メートルあるんだね。すごい。食性は肉食。でもプランクトンとかね。そんな感じですよね。クジラなので。すごい、シロナガスクジラ。ナガスクジラ科なんだ。はい。面白いね。勉強になります。はい。続いて開けていきましょう。何が出るかな？おお、意外と揃ってきた感じ？対決相手が出てくると嬉しいですね。続いては？これ何？シャチ？なんだ？シャチです。合ってた。獰猛な海のギャング、シャチが来ました。シャチこれ、なんか、下唇出てるみたいな感じのやつだけど。顔がちゃんと閉まってるやつが良かったな。ほら、閉まると全然表情違うのに。
はい、シャチです。かっこいいんですけどね。なんかちょっとビリってなってる。シャチはプルスサウルス、8番のプルスサウルスと対決なんですけれども、これは強いでしょう。はい。頭脳、スタミナ、トップクラスです。瞬発力、スピードもあります。凶暴性もあります。で、攻撃力やパワーももちろんあって、防御力もそこそこ。なんかこれがなんだかんだ一番強い気がする。あらゆるものが捕食対象に。優れた機動力、持続力を誇る。とても頭が良く、獲物や状況に応じて狩猟方法を変えることもある。頭いいよね。分類は、クジラグーテイ目、ハクジラアモク、マイルカ科。生息地域は世界各地。生息年代は現代。全長は5から10メートル。食性は肉食。イルカの仲間なんだね、シャチは。なるほど。はい、シャチ来ました。はい、シークレット含め全12種のところ9種類まで揃ってる。かなりいいコース。さあ、このままゴールまで行きたい。シークレットもう一つと、あと、ノーマル2種類ですね。何かな？あ、タコ来てない、タコ。これは？お、バショウカジキの綺麗なやつ！ちょっと鼻はあれだけど。はい。ヒレ大丈夫なやつが来ました。足も足っぽくなくて、これならいい。やったね、バショウカジキ。ちょ、入れ替えしとこう。この、ヤッホーイみたいなやつは、ちょっと奥に置いとこう。はい、続いては？あ、でも、大文字ブルーが来たね。色違いでもいいな。はい。お、綺麗に割れました。誰だ？お？これは、プリオサウルス！プリオサウルス！来ましたね。何回か来てるね。プルスサウルスの方が欲しいな。プルスサウルスと、タコ？ノーマルはコンプかな。さあ、なんだ。お？はい、メガロドンです。サメ、しゃくれてない、しゃくれてない。あ、しゃくれてるのはシャチだっけか。はい、メガロドンも同じ色が来ちゃった。はい、じゃあ2箱目いきましょう。かぶったのはここに置いとこうかな。はい、こういうこと。はい、確実にね、まあ、この数あれば被ってくんですけど、できればね、残りが来てほしいな。軽い、誰？あー、カジキ、バショウカジキです。はい。これはもうなんか情けない顔になってるけど、はい、こうなってればいいんですけどね。緑のが来ました。カジキ。え、タコ来なくない？タコタコ。ほいほい。なんだ。これは？シャチ。あ、シャチだ！しゃくれてない！若干しゃくれてるけど、これは仕方ないのかな？もしかしたら。あ、でも、結構マシな方のが来ましたね。これならいいでしょ。はい、続いては、何かな？誰かな。タコ来ませんね。タコタコ。重いのかな、タコって。重そうだな。どうかな。これ軽いな。長いな。これは？白流しクジラ！赤の白流しクジラが来ましたけど、これもそもそも赤しか来てないね。ブルーが欲しいな。はい、続いていきまーす。なんか割れてる？あ、そうでもなかった。はい。これは誰だ？あ、結構いっぱい入ってる。何？タガメでしょ。はい、タガメです。はい、タガメ。赤いタガメはちょっと気持ち悪いね。はい、続いていきます。誰かな？
高類オタクじゃなさそう。誰？あ、これはやったプルスサウルスが来ましたけど、めっちゃ潰れてない？めっちゃ潰れてる。え、何これ？何これっていうレベルで潰れてるんだけど、プルスサウルス。ちょっとこれはね、直してあげたいな。ぬるま湯とかにつければ多分ね、大丈夫だと思うんですけど。あ、ワニっぽいね。ワニっぽい。プルスサウルス。アマゾンの大怪獣だそうです。プルスサウルス。シャチと激突。すんごい顔になってるけど。はい。見ていきましょう。頭脳とかスピード、瞬発力はないんですけれども、スタミナはそこそこ、防御力も攻撃力もパワーも凶暴性もある感じですね。アリゲーターか。規格外の体格&パワー。人間を丸飲みすることのできる巨大な口の中には肉を噛みつぶす巨大な歯がずらりと並ぶ。怖っ。こいつに噛まれたら致命傷は避けられないだそうです。こんな顔してるけれども、これはちょっとね、仕方ないと見てください。はい、分類はワニ目、アリゲーター科。生息地域は中央アメリカ、南アメリカ。生息年代は1600万から530万年前。全長は10から13メートルの肉食です。強いんだね。これはグリーンで欲しかったな、グリーン。はい、ちょっと直して、こんな感じで見ておきましょう。はい。ポコポコ。はい、ということで、いよいよ、水ダコとシークレットにのみになりました。来てくれるかな？左側一列開けていきましょう。来てほしいなぁ。あと二つだからなぁ。ありえなくはない。トガ君に一個シークレットが入っててくれたらね、いいんですけど、なかなかそうもね、わかんないしね。これ何？芭蕉カジキ、またもやカジキ。はい。カジキは、ブルー多いですね。それぞれ結構いろんな色出てくるかと思いきや、偏ってる感じがするなぁ。はい。今度は？またもや、ちょうちんあんこ。でも一袋、あ、一袋じゃない、一箱？これに一個は入ってるのかな、もしかしたら。はい、ちょうちんあんこ。今回は緑色が来ました。気持ち悪。はい。でもね、まあ、シークレット。はい。え、シークレット2が見たかったな。2何だったんだろうな。エビっぽいやつ。またこれ沼のやつじゃん。気になっちゃうね。はい。続いては？これは？モササウルスです、モササウルス。はい、あと2個になっちゃいました。2個で揃うかな。あと2種類だよ。せめて、タコ。タコ来ないとか。タコはいっぱい来そうな気がしてたのに。全然来ない。あ、これはシャチ？シャチっぽくない？シャチですね。はい、シャチ。あー、コンプリートできなかった。さあ誰が来るかな。軽い、これも軽いな。これ何？ダイオウグソクムシだ。エビじゃなくてシークレット2が来ました。まさかのタコが来ないでこっち来た。気持ち悪いっていうか、この箱すごい。二つともシークレット入ってました。やばーい。足長いっていうか、いっぱいあるっていうか、ダンゴムシっぽいっていうか、気持ち悪いですね。はい。ちょうちんあんこうの相手はダイオウグソクムシでした。すべてを食らう深海の掃除屋。長期間絶食しても生きられる。すごい。深海底に沈んだ大型魚類などの死骸を食べる。名前の由来となった具足、過去甲冑のような廃校で身を守る。はい。ということで、甲冑みたいっていうことは、カブトガニとかそういう感じ系？
分類は等脚目砂掘り虫科オオグソクムシ属、生息地域はメキシコ湾西太平洋周辺、生息年代は現代、全長は20から40センチ、先頭全長は3メートル、食性は肉食。この先頭全長って何なんだろう。なんか他もあったよね。はい、ダイオウグソクムシは防御力スタミナはちょびっとあるけど、攻撃力もそんなないし、瞬発力スピード凶暴性パワーもほんとないですよね。これ比べてみよう。わ、うん、まあある意味いい勝負っちゃいい勝負というか、はい、提灯アンコウとダイオウグソクムシ比べてみるとこんな感じなんですよね。凶暴性頭脳は提灯アンコウの方があるんですけれども、攻撃力防御力スタミナがダイオウグソクムシの方があるので、この二つだと、ダイオウグソクムシの勝ちなような気がするんですけど、どうでしょうか。はい。これとね、これの対決だって。おー、すごい。あー、でもシークレット二つ揃えられてよかったです。この触覚みたいな部分がぴょぴょって外に出てるかと思ったら、これはちょっと、こちらの方にくっついてるようなデザインになってますね。はい。なんか、エビみたいな、ダンゴムシみたいな、そんな感じ。ダイオウグソクムシ、なんかガシャポンもあった気がする。なんかダンゴムシシリーズみたいな感じのダイオウグソクムシ版みたいなのが。はい。きっとね、硬いんでしょうね、この部分。噛みついても、やっつけられない気がする。どっちも凶暴だったら防御が硬い方が勝ちそうな感じがしますね。うん、面白い。気になった人は本読んでみてください。はい、ということでまさかの展開でしたね。アノマロカリス、バショウカジキ、モササウルス、シロナガスクジラ、メガロドン、プリオサウルス、シャチ、プルスサウルス、タガメ、シークレット1、シークレット2はゲットできました。残すは水ダコですね。ちょっと気になるので、これまた機会があったら一緒に紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回はチョコエッグの VS 水中最強図鑑を紹介しました。いかがだったでしょうか？最強シリーズ面白いですね。また見ていきたいと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。